カルロタ・シガンダ・マチニエナは、スペイン・ナバーラ州、パンプローナ出身の女子プロゴルファー。2011年に、プロ転校し欧州女子、ゴルフツアーやループがツアーでプレーしている。バスク地方のナバーラ州、パンプローナに生まれ、父親の影響で5歳の時にゴルフを始めた。サッカー選手、サッカー指導者のホセ・アンヘル・シガンダはおじである。2008年には、 アメリカ合衆国のアリゾナ州立大学に入学し、経営学を専攻して2011年に卒業した。シガンダは4カ国語を話すことができる。2004年にヨーロッパ女子アマチュア選手権で優勝した。2007年にはイギリス女子アマチュア選手権で優勝し、2008年にはヨーロッパ女子アマチュア選手権で2度目の優勝を飾った。2009年には、 イギリス女子アマチュア選手権で2位となったが、優勝したのは、シガンダ同様に、スペインからアリゾナ州立大学に留学したアサーラ・ムニョスだった。2011年5月にプロ転校し、同年の LED アクセスシリーズである、ムルシア女子オープンで優勝した。2012年には初めて、欧州女子ゴルフツアーにフル参戦し、 6月のオランダ女子オープンと10月の蘇州太鼓女子オープンで優勝した。2012年にはさらに10大会でトップ10入りを果たし、欧州女子ゴルフツアーの新人選手賞を受賞した。2013年の欧州女子ゴルフツアーではドイツ女子オープンで優勝した。2016年8月にはリオデジャネイロオリンピックゴルフ競技に出場して39位体となった。 2016年10月の花銀行コロン選手権では、ルプがツアー初優勝を飾った。11月には、ルプがツアーのロレーナ、オチョア招待でも優勝し、2016年は、ワールドゴルフランキング20位でシーズンを終えた。2017年の全米女子、プロゴルフ選手権では5位タイとなり、2018年の同大会では3位となった。各年末における、 ワールドゴルフランキングの推移、ありがとうございます。